はい、どうもゆうたです。今回はちょっとオフ会をやりましょうっていうことで、ちょっとまあ場所と日程との報告です。ちょっとオフ会とか僕参加もしたことなくて、まあ主催ももちろんしたことないんですけど、ちょっと初めてなんで、ちょっとね、まあどんぐらい人も集まるかわかんないんですけど、一応日程が、9月の23の月曜日で、祝日です。春分の日かな。なんで、で一応場所は宮ヶ瀬の鳥原湖畔園地っていうのかな、の駐車場です。まあ詳しくは概要欄とかに一応貼っとくんで、で時間は、まあ、午前の11時ぐらいからにしますか。まあ僕多分ちょっと早めに来てるんで、まあ11時前後に皆さん来ていただければ、でまあ多分夕方ぐらいまでやりますかね、多分なると思うんで、はい。まあ多分皆さん大丈夫だと思うんですけど、まあマナーとかね、いろいろ守っていただいてできればいいなと思ってます。はい。で今一応ちょっとね下見に来てて、リスナーさんにこの場所いいんじゃないかって言われて、あ、ここいいなと思ってここにしました。場所はで今ね月曜日で祝日なんですよ。8月の12かな今日は。でもこっちの手前の方はね結構空いてるんですよ。奥の方か空いてるんで、一応ここあたりで集まろうかなって思ってます。はい。で多分あっちにトイレとかもあるんだと思うんで、ちょっと僕ここ初めて来たんであれなんですけどね、ぜひ皆さんで楽しくワイワイ集まれたらと思ってるんで、でもう一応リスナーさんとかあとは SNS でちょっと声かけたんですけど、まあ、これから正式に声かけようと思ってるんですけど、もう何人か来ていただけるって方いらっしゃるんで、ぜひね結構多分僕も初めての方がほとんどだと思うんで、ぜひ皆さん来ていただいてね、楽しく皆さんで盛り上がりましょう。はい、という感じです。一応オフ会やりましょうの報告動画になります。でもしまたなんかいろいろ変更とかあったら YouTube の方と、まあ SNS、Twitter とかでも随時ちょっと報告させていただきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ報告は以上になります。